青オロチが圧倒的な力を誇るオロチは、時空ほとんどの勢力はオロチに義の取り込みを狙うオロチの軍師以後奪起は、だが宗師は黙ってだ。山賊の討伐。そう、山賊といえどもろち様にとっては邪魔者なの。宗妃殿が指図を受けるとは、心中察するにあまりある。宗妃殿のお立場を守るため、我らも耐えよう。盟友オロチのたっての願いとあらば断るのも悪かろう。ま、もろち様と呼びなさいよ。失礼ね。呼び方一つに目くじら立てなくても。三成さん、どっちの味方なのよ。私とオロチは味方同士。問題なさろう。さてと、三成さん、作戦を説明してくれる。まず宗妃の軍勢には縦に分かれる。本体は小島より敵を掃討しながら静止。別動隊は本陣より北を迂回したので本体へ合流。了解。で、お前はどうする？俺は南方より敵を嫌がる。文句はあるまい。じゃあ、私の本陣で二人の敵役を眺めてね。どんな風に敵を受けるのか。偽同士に愚者と呼ばれる付き合いはござらん。俺もやりますね。敵将、討ち取った。俺もやりますね。どこに逃げてもオロチ君が。この隙に俺が手本陣。出番か。我らを襲う道を切る。抜けない。ありますね。武を極めん。オープンへ。味方の前で手は抜けんの。本気を出す。さあ、どこからでもかかるぞ。敵軍の北上は我らの作戦は、狙いは本気、怪しいのは南の敵の作戦は。さて、そろそろ敵軍が通り過ぎたところだ。さねば、この日に敵軍を落とすぞ。次は負けない。出ろ一丁、打ち取ったり。俺もやりますね。本体は西から日本陣へ向かい、別動隊は我が隊と連合せよ。
これもやりますね。拙者が参ろう。出番か。これ以上は進ませんぞ。不満のようだな。何？
私の邪魔さえしなければ差し支えない。そっ、オロチキルモアはこわっぱれあちなまクソヒ様でねえか。もうえあれクソゾ様なんせに、だがあんた